とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーの攻略、やっていきたいと思います。今日は、12階から、まあ、20階ぐらいまでかな。ちょっと霧のいいぐらいまで、やっていきます。20階か21階ですね。では、12階の報酬から、あ、11階か。11階の報酬からですね。輝くローブ、これを持っていってください。前回の動画もね、続きになりますので、今回が。ぜひ見てください。行きましょう。で、エンチャポイントが、防具を変えたので余ってます。なので、魂のハンタークロスボウ、これに入れていきましょう。長弾、そしてパワー、全部ですね。入れちゃってください。長弾が 60% 発動でパワーが 33% ダメージがアップしてます。かなり使いますね。んで、ここ特に問題ないです。うん、特に問題なくいけます。難しい敵もいないんでね。まあ、うまく愛のメダルとかを使っていけば、早く倒せると思います。うん、まあ、そんなに早くって言っても変わりはないとは思うんですけどね。うん。はい。で、次、あと1回出てきて終わりですかね。愛のメダルを使って、うまいこと、動いてください。あれ、まだか？いや、終わりだよね。12回クリアでーす。はい。で、ここ、これ重要です。稲妻の矢筒。これがね、今回のタワーで、めちゃくちゃ役に立ちます。やっぱり稲妻の矢筒が、これも強化されたんだろうね。めちゃくちゃ強いんですよ。入れていきましょう。はい。んで、ここ。このね、船の上で戦うと危ないので、この辺で戦うのがいいです。で、先ほど入手した、雷の矢筒。これでガシガシ撃てば、もう速攻倒せます。やっぱこのね、帯電みたいな感じで、周りにね、雷ダメージが伝染していくのが、もうとにかく強い。よし。で、もうちょっといるね。はい、終わり。んで、あと2体ぐらいこっちにいますので、愛のメダルを使っておしまいですね。13回クリアです。まあ、とにかく、先ほど取った、雷の矢筒、これが役に立つので、はい、覚えておいてくださいね。行きましょう。で、ここももちろん、雷の矢筒ですね。使っていきましょう。あ、で、前のステージで、雷の矢筒が残り1本とかになってたら、もう全部打ち終えてから、クリアするようにしてください。もったいないので。この矢筒系は、次のステージで、アーティファクトがね、回復するんですよ。何にしても。なので、必ず打ち終えてから、次のステージに行くように、これはもう慣れておいてください。もうそういうもんだと。じゃないと、残り1本とかでスタートするともったいないので、必ず打ち終えてからね、行きましょう。はい。で、ここ。まあ、ミステリーになんかいいのがついてれば変えてもいいかなと思うんですけども、まあ、今回はいいのがついてないので、そのまんま、はい、進んでいきまーす。何もいりません。はい。では、次、ここですね。パワー商人です。輝くローブを上げてください。100まで上がります。輝くローブはね、クールダウンがついてるので、ものすごく使いやすいです。で、ここ、ボスですね。こっちに支給箱が、違う。そう、ボスじゃなかったわ。ごめんなさい。ボスもこんな感じだからね。はい。まあ、愛のメダルと、雷の矢筒を使っていけば、全く問題ないです。ほんと、この雷のね、敵に、当たる回数っていうのがえぐいのよね。昔こんなに当たらなかったと思うんだけど、すんごい当たるようになってるし、ダメージもすんごい当たるようになってるもんね。これやばいっす。で、ここでバーストクロスボウ、
変えちゃいましょう。まあ、こっちでね、魂のハンタークロスボウになってるんだけども、こっちの方が、エンチャントがいいんですよ。なので、これに変えちゃってください。んで、エンチャント入れていきましょう。無限でもいいんですけども、矢が、もう俺の場合、結構余ってたので、マルチショット入れてます。もう矢がね、一個も出なくて、ここまで来たっていう人は、無限を入れてもいいですね。まあ、正規は、マルチショット。そして、連鎖反応の、速射です。速射が結構重要なので、入れておいてください。まあ、連鎖反応とマルチショット。これは、もう言わずに分かってると思います。で、戦い方はもういつも通りです。うん、愛のメダルと、雷の矢筒、それをうまく使っていってください。もう全然余裕でいけると思います。はい。で、ここのパズルが、もうこれランダムなんですよね。うん、正解っていうのがないので、もう自分で正解を探していってください。当たらんな。当たらないな。どこ？まず一発目がわかんない。違う？あ、ここか。あ、当たった。あー、ダメだ。まあまあ、何回かやれば分かってくるんで、適当に言ってください。あっちか。できたー。めんどくさ。で、上に敵もいますので、雷の矢筒とか使って、ガシガシ行ってください。終わりかな。で、雷の矢筒が、今ほら、2本残ってるでしょ。これもう全部打ち終えてから次に行くようにしてくださいね。はい。んで、ここ、何もいりません。そのまんま行きましょう。で、ボスですね。先の方に支給箱あるので、取ってください。これを取り逃すと、ちょっと矢がね、少なくなりますので、必ず取るようにしてください。で、古代のガーディアンです。倒し方は簡単。まずここでビームを避けて、撃ち終わったら、ドラを使って近くで雷の矢筒を、撃ちまくる。で、HP がある程度減ると逃げますので、また壁に隠れる。んで、ガーディアンを召喚しますので、召喚したら愛のメダルを使う。こんな感じですね。で、息が持たなくなるので、まあまあ隙を見て息を吸いに行く。で、戻ってきましたら、ドラを使って雷の矢筒を打ち込んでいく。これの繰り返しです。うん。OK。しゃあ。で、同じですね。隠れる。で、ガーディアンが出てきたら、愛のメダル。で、息が続かなくなりますので、息を吸いに行く。で、ガーディアンが降りてきます。ドラを当てて撃つ。もうこれです。簡単でしょ？はい。あと1回で終わりかな。はいはいはい。毒が鬱陶しいな。毒ダメージね、結構でかいんですよね、本当に。毒ダメージは いつかなんかすごい強化されましたもんね。なんだろうな。はい、次でおしまいでーす。ドラを当てて攻撃しまーす。はい。終わりー。まあ、特に問題ないですね。クリアです。で、ここ、報酬、何もいりません。では、まあ、ボス倒したので、キリがいいですね。はい。今日は12階から18階まで、攻略していきました。うん。まあ、本当にね、雷の矢筒が、今回のタワーではものすごい役に立つので、ぜひ使ってください。では、次の動画では、19階から27階かな。そこまでバーッとやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。